豆キュン。銀河系の星たち。うわー、言っても言っても同じだ。本当、星ってなんでこんなに多いの？みんな、今まで本当にありがとう。これからは僕一人でパパとママを探してみるよ。ピンピン、何言ってるの？宇宙は僕の方がよく知っている。地球人が見ることのできる星は約6000個だ。うん、だけど銀河系にはなんと2000億個以上の星があるんだ。それに宇宙の星の中には太陽の500倍以上の大きさの星もあるんだ。なに？俺を呼んだ？まあ、俺は太陽より多少、いや、かなり大きくはあるな。本当？そうは見えないけど。なんだって？俺がちょっと遠くにいるってだけで、俺は太陽よりずっと大きくて明るいんだぞ。どれくらい遠くにいるの？数十億光年とでも言っておくさ。何？光年？1光年は光が1年間休まず1年間動く距離を表すものよ。うん、ホラン、画面をよく見てね。僕は地球から1090光年も離れているんだ。僕をよく見てね。出発するよ。さあ出発。光が出発して1090年が過ぎれば地球に到着するって話さ。あー疲れた。やっほー、とうとう地球だ。来るのに大変だったでしょ。うわぁ、そんなに遠いの？うん、だからもうこれ以上このたくさんの星と広い宇宙を回らせるわけにはいかないよ。みんなはもう家に帰って、僕一人でパパとママを探すから。ピンピン、だけど早く。わかったわ。地球へ。チャンネル登録してね。